時刻はね7時ね10分7時10分すごい、もうあの特に100日目になっちゃいました。それで、あと何時間、あと6時間も切っちゃいました。番組もだんだんこうね、はい、タイトになってきてね、はい、そこ、ここら辺来るとね引き算がもうできませんで夜の続きの私たち、はい、朝の爽やかな人たちが、はい、これから新しい空気を入れてくれるわけですが、はい、あの今のうちにやっとかなきゃいけないことがあります。そうです、一個宿題がありました、はい、あの夜中の時間の思わず勢いで決まった企画、はい、ゲーム作りますって言ったところから、はい、決まっちゃった企画があってね、足立さんに曲も作ってもらって、そうですよ、これからそのゲームのタイトルと、うんうん、ね、どんなキャラクターがあるのかっていうのを、うん、さっきね一生懸命考えてくれたので発表してもらいます、うん、イエーイイエーイ、じゃあすごいだってね、本当にでもちゃんと考えてこの時間内に物が増えて枚数も増えてプレゼンをするわけだよね。無茶ぶりラジオです、うん、はい、はい、じゃあ改めてお名前を。はい、佐々木貴博こと笹さと申します。笹さが考えた、ね、はい、はい、夢は、はい、決めた、決意したこと、はい、決意したこと、うん、先ほどお出ししたんですけれども、うんうん、来年の昨日、うんうん、4月18日にアイロという名前で、うん、ゲームを発売することにしました、うんうん、すごい、イエーイ、はい、で最初の段階これですね。で先ほど2番目に書いたのがこちらです、うん、ちょっと雰囲気が変わってタイトル、はい、影に色っていうのがついてます、ね、うん、色の逆、ああ、はい、私さんがまずおーって言ったってことは結構特定だから、ね、ありがとうございますあのそれぞれの個性を出してほしいなっていう風な、はい、そういうゲームは、はい、そうですね、いよいよなんかそうですね、いろいろ考えていったのがロゴ、うんうん、ロゴロゴですか、ロゴも考えました、はい、はい、はい、アイロがローマ字とカタカナと、カタカナで、はい、なんか不思議な合体したものですね、はい、これはなんとなくもうちょっとお腹が空いて手元が狂っているんですが、はい、勢いでジャケット作りました。わー、はい、いいね、こういうやつね、すごい、はい、こういう組み合わせた感じの、キャラクターとかは特に個性を特に考えず、キャラクターっておっしゃってくださったんですけれども、うん、特に個性作らず、こっちから見てもこっちから見てもなんかトランプのカードみたいなジャケットになってるんですけれども、先ほどいろいろ考えた結果、ロジックの方から入っていく、あ、そうだそうだ、これゲームの説明するの忘れてた、はい、こちらのゲーム どんなゲームになるかっていうと、はい、らしさをテーマにしてます、うんうんうん、その人が、どういう風にしていくのが一番いい、うんうん、その人らしいか、うんうん、これは、普通の RPG ロールプレイングの、うんうん、なんでしょう、主人公が魔王を倒すみたいなゲームのエンディングを迎えた後が本編になります。いいね。でそのエンディングのあと、成長した主人公がメンターになって、プレイヤーを今度は導いていくっていうストーリーに、なのでそれぞれの人、関わっている人、プレイしてくださっている人によってストーリーがどんどん変わっていくというものになっていきます。なのでその人の色が出るようにという意味でこのローマ字の色っていう形で、読み方はアイロ、はい、読み方はアイロにしました、はい、はい、何言うんだっけ、あ、そうですね、何がそうですねって全然思い出せないんですが、もう完全にテンパっています。で決めたことをなんかもう説明するって言ったのはこれで、そう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 、はい、そうです、あとキャラクターを100個考えるとか言ってた、キャラクター100個、あ、もうあれどっか行っちゃったんですね、はい、あのキャラクターもどっか行ってましたね、もう、はい、あのタイ名前のゲームのタイトルも、あ、こちらがなんか勢いで言ってましたけど、これあのなぜ2色にしたか、うんうん、まあ3色のもあるんですけれども、うん、そのどういうふうに物事を解決していくか、まあ勢いっていうと変ですけれども、チャンスみたいにまず行ってしまって、うん、それがすごく心地いいからっていうんで、もう自然と入っていける人もいれば、それがなんでそういうふうになってるのかが
腑に落ちてないと先に進めない人もいるんじゃないかということで、多分そのラスくるくるもそうですし、うん、らしさを出すにもその 100万通りあると、その人100万通りじゃないですよね、その人それぞれであるので、もう何言ってんのか分かんなくなってきましたね。着ぐるみキャラはどうなんですか？着ぐるみキャラ、そこまでもう全然頭が回ってないですね。あの違う方向に進んでいって、もう着ぐるみキャラ作るっていう話だったんですけれども、ゲームのバージョンがもしかしたらソフト発売したら2種類発売するんじゃないかとか。なるほど。それ今みたいに右脳的左脳的っていうので、そのエンディングを迎えた後の人向けにどういう風なゲームになっていくのかっていう方を考えて、考えがどんどん進んでいったので、キャラクターまで頭が回ってなかった。あの時キャラクターでわーいって言った後にここに行ったんだね。はい、ここに行ったんですもん。だからロジカルなとこは外せないんだろうね。あ、そうなんだ。そういうことだね、うん、私たちまでわーいって言っててホイと投げて、あれ、はい、そわーいはわーって、ね、また僕どっちの要素も、うん、あの持ってると思ってるんで、もうわーって行くのもあって、ちょっと待てよみたいな感じのところでブレーキかける面もあるので、あ、どっちから入る人もいるんだな、うん、今日ちょうど、あ、今日じゃない、昨日の夜の懇親会とかでもそうだったんですけど、うんうんうん、そういう2種類の人がいるんだなというふうにざっくり分けて、もともと自分の夢はっていうのはそういうゲームソフトを作る、いや、もう幼稚園の頃からそうです、ね、幼稚園の頃からです。いや、それが夢でっていう、やるよりも見てるのが楽しくて、そのやってる人をどうやったら楽しませられるか、より難しいものができるかみたいなのは、ぜひあの今日ここでね、はい、こうやって言ったってことに対して意味があって、それでものすごい緊張してくれてる、緊張してこんなに、こんなに緊張してあげてますっていうのがいいんですよ。そう、あのもう敬語もなんかわけわからなくなっちゃう、超緊張してるね、もう二日酔いのお腹空いたみたいな感じ。あ、そうかそうか、ごめんね。もうあ、まだなんか言おうとしてる。いやいや、もう、あ、もういいですか、今出してるだけです。はい、次の主人公はあなたってね、そうそう、これは裏に書いてあるから、はい、これも言われて見せたよ。はい、エンディングの後に出てくる、うん、というメッセージです。素晴らしい、はい、頑張れ、はい、なんかここで言ったことがきっとね、バクさんがなんかメッセージありましたら、バクさんももうこう、もうその次はあなただから、次、あ、うわ、ありがとうございます、また来週。うまいな。え、違う。いや、ありがとう、頑張って、はい、なんかねえ、ありがとうございます。きっとあのどっと疲れが出るんじゃないかっていう、すごい、ね、それでね、この時間にやってくるっていうね、あのドリプランチームっていうので、あの今なんか本当新しいあの空気風が起こってきて、はい、来たよ、ね、ちょっと去年も本当に走ってきた時はものすごい感動して、はい、なんかなんか忘れ物取りに、忘れ物取りに、すごい、あの去年に引き続き走ってくるお客さんかっこいいです。ありがとうございます、はい、言った後、あの普段の俺はどうなんだってへこんだよね。いやいや、そんなすごい、もう面白い、なんか来ました、来ました、来ました。あの走ってきた人、走ってきた人どうぞ。いやー、すごい、もうあの座って、はい、ありがとうございます。4人並んじゃいますか、並んじゃおう、はい、入ってください、はい、立ちましょう、はい、3つの椅子を 4人ですか、はい、僕結構細身だから大丈夫ですか。僕も細身だから大丈夫。誰が太いんですか。いやいや、俺誰も。俺の。はい。このメンバーは。あ、ドリプラ2012世界大会のちょっと元気なスタッフメンバーです。イエーイ。おはようございます。すごい。何時に自宅出てこの暗かったの。いやいや、夜中明るい。結構ワープです、ワープ。楽勝にあの出社途中、出社途中に走れるもんですか。は、走れます、走れますよ。5キロ、10キロ走っちゃって。結構最近あのドリプラ仲間走ってる人が多くてですね。あの来週の23日にドリプラな仲間たちランニング会キックオフですから。あ、そう。ドリプラン、ドリプランキックオフ。はい。それは駅
ば、はい、まとめてそういうのやりましょうっていう、いや多分勢いですいや嘘です、本当にあのもう走ってですね、はい、あの自分も元気になりつつ、うん、世の中も元気にしていこうと、はい、じゃあどういうことができるのかなと、うんうん、とりあえずみんな走ってる人多いから、あの集まってやろうと、はい、なんか始めようっていうのが、はい、でまあやっぱり走るだけじゃなくて、うん、何かの応援になればいいなと思ってですね、はい、ドリプラ2008年のプレゼンターの田中一馬さんのですね、うん、お肉を焼肉で食べながら、うん、これからを英気を養って、うん、何やろうかっていうのを一緒に盛り上がるという、うん、23日夜、うん、はい、場所はアントレプレナーセンターとかね、うん、去年も走ってきたでしょ、はい、でその時はね、朝方こう走っていっちゃえってそのまま会社に行くの行くのって言ってたでしょ、はい、1年経ちましたけどどうですか。あっという間です ね、 ね、世の中みんな走ってる感じが増えてない。走ってる走ってますね。あの時おおさっき見たじゃん、今さっき見たじゃない、あえて今こんなそうです、ね、大活躍の。これあの恐竜食べられてるイメージ。いや僕が恐竜なんです。恐竜、あ、もしかしたら代々木公園にもいらした。いました、はい、代々木公園にあいましたっていうか僕じゃないですよ。あ、違うんです。あの着ぐるみっぽい人ですよねパンダで遠く見てた人。あ、パンダで遠く見てた人楽しかった。代々木公園ハイジャック。完全に、はい、中の人とか言っちゃダメ。夢が崩れるからダメ。いや面白い。そこの2人のあの勢いとちょっと落ち着いた。確かに、はい。自己紹介とかしてもらえますか。自己紹介したの、うん。言ってください。みんな知ってるけど。僕から言っていい。知ってるけど言っとこ。うん、川井圭と申します。ドリプラのですね、世界大会の事務局の方をやらせていただいております、はい、今年でですね6回目の大会になります。ドリームプランプレゼンテーションはですね、おかげさまで本当にこう夢を語ろうっていう場をですね一生懸命作って、で、まあ、本当にまた辰島さんはじめ、まあ、今回もドリプラジオにいっぱい出ていただいた方はじめ、もう夢に挑戦する人ってこんなかっこいいんだなというですね、こう夢語るとこんなかっこよくなれるんだなっていうのを、もう本当に一生懸命ですね、そんな舞台を作ろうと思ってずっとやってきたらですね、もう本当にたくさん素敵な仲間ができて、本当に感謝の日々を送っております。夢を語ることで、まあ、これからを作っていこうと、で助け合うことで乗り越えない、乗り越えるのが大変な壁もですね一緒に乗り越えていこうっていう、そんな社会を作っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。今あの舞台で最初に喋ってかっこよく、変態、はい、頑張ります。今年も頑張ります。はい、でじゃあ、はい、奥さん顔出ししてていい感じ、まあまあ、バレたらその時だと思う問題になったらそれは私とね。そうそう、今、バクさん、ドリプラジオのキーワードはね、はい、この間もほら撮影してた時に、あ、ダメなんですかって急いで撤収したじゃないですか。で、映ってまずかったかなって言った時に、問題になったら大したもんだそれぐらいの数が見てれば大したもんっていう、嬉しいよねみたいな、見てくれてたんだみたいな、そうそうそう、全然平気。これに出てたって問題だ、私たちがどうなるのって言われるのになったら大したもん。確かに訴えられてくれないけど、いやいや訴えられてないけど、これは鶴ちゃんが教えてくれました。大したもんですよ、はい、そうなりたいな、ね、1年間経ってなるだろう。本当に本当にね、あれに出てたって私が出てたのよとか、じゃあどうぞ。あ、太田浩二と申します。あ、すごいフルネームだあ、言っちゃダメなの。言っていいよね。いや、いいと思って、2011のドリプラのプレゼンのスタッフで、今年もやらさせていただくことになりましたので、よろしくお願いします。今週すごくチャンスで、はい、日曜日にあの霞ヶ浦マラソン、フルマラソン走らさせていただきまして、無事完走させていただきました。ありがとうございます。で、体力なくなった状態のまま、月曜日お客さんとのフットサル大会があるの忘れてまして、それで2時間走りっぱなし、ただ今日走るよねって言われて、あ、そうか、今日だったと思って、今日も走らさせていただきます。多分人生で一番走ってる今週みたいな感じですね。すごい。何をそこまでさせるんですかね。わからない。本気の思いですよ、本気の思い。6時間近く走ってるんだけど、マラソンとか、俺バカじゃないかなと思って、お金払ってねしんどい思いして趣味趣味、あ、もうしんどいしと思って、でもゴールしたら全てがなんかいいやと思って、また走ろうと思うんですよね本当変態モードですよ。体の疲れは
もう痛いです。湿布13枚入ってます。でもまた走るみたいな。でも走るんだ。はい。もうこの後走ってきますけど、という感じです。よろしくお願いします。出社するんだからね。あなたと出発時間になったらいいください。はい、この格好で出社しませんよ。着替えるかな。いや僕は出社ですよ。そうなの。だって社員いないじゃないっても。え？いいじゃないですか。いいか一番につくんですよ。はい、分かりました、すみません。はい、どうぞ。ごめんなさい。はい。ですね、今年ですね、思わずドリプラのスタッフに、引き寄せられてしまった女性お二人を今日はお越しいただきました。去年はですね、ドリプラスタッフ実は男祭りというのが結構あったんですけども、今年は違うぞと、はい、今年はもう最高、もうみんなで力合わせてやろうと、去年も力合わせてたんですけども、さらにはもっとね、もう女性パワー全開でいきたいなと思っております。じゃあぜひちょっとお二人に、はい、自己紹介を。今年ドリップランの2012年世界大会初参加となります阿部壮と言います、よろしくお願いいたします。あ、私もともと九州の出身で、向こうの方で音響照明とかそういう舞台の方の仕事もしてましたので、そういったことも含めて今後こちらの方でお力になれればいいかなと思って、今年はテクニカル班の方で参加させていただくことになります。音響照明、もともとは照明の、あとはちょっと何でもやれってとこだったので、照明ってことは舞台関係、舞台の、はい、じゃあこうプロフェッショナルですよ、あれつけるとか、はい、そうです、そうですね、重いあれをね、一個一個バー下ろしてスポットをやってました。うわ、すごいでしょう、スペシャリスト、すごいでしょう。簡単な司会とかナレーションとかもやってます。すごいでしょう。今年ソウさんが全部照らすよ。この間もなんかね、いきなりスタッフの説明会、舞台の各界の方が誰がやるのって、私も知らないで行って、誰なんでしょうねって見てたら、なんかいきなりのいちもソウさんソウさんって呼ばれて、いきなりでしたね。行って、はい、その現場で対応してました、はい。いつもいきなりです。すいません。はい、舞台見たんですか。いや、見てじゃなくて、去年私ドリプラのスタッフの方とフェイスブック上で友達になりまして、こういう出版、福島代表の出版記念会がありますよっていう話があったんで、じゃあちょっと私も本読んだり書いたりも好きなので、ちょっと行ってみますってことで参加したんですけど、なんかすごい皆さん明るくて元気よくて、いきなりクマとかシャケとか言い合って、何なのここはみたいな感じ。正しい反応でしょ。こういう今年ね、こういう方が参加していただくのが必要なんです。普通だと思ってた。覚えておいてください。その年でもうそんなとこから抜けちゃって、もう知らなくてもすぐ反応。だからもうすごい大事ですよね。すごい感激して思ったその普通になっちゃってる、やばいね。 それね。そうですよ、おっさんやばいですよ。なんかね、クマとやれたらシャケと返すっていう T シャツ着て走ってたら、全然知らないおじさんが、なんだろうとか、クマって言うから振り返って俺シャケって叫んでて、やばい、体が反応しちゃってるって。すごいいいね、その人は読んだまま。そうなりますんで、すいません。もうすでに電車とかこう一つ横にこう避けてあげて、なんか通りすがりのものですって言いたくなるような日常になってきてます。行っちゃっていいです。行っちゃっていいですか、通りすがりのものです。素晴らしい。次の方もね、これまた素敵なんですよ。思わずね、入っちゃったっていう。ぜひちょっとぜひ。もう思わずスタッフにエントリーっていう感じで、ちょっとあるきっかけで、去年かな、ちょっと前 の、 映像を見せてもらった瞬間、もうどうやったらこの仲間に入れるんだろうっていう感じで、ずーっとずーっとどうすればどうすればって思ってたら、スタッフ募集っていうのを見つけまして、これだみたいな、そんな感じで、ちょっとお名前、名前っていうか名前申し上げるの遅くなりました。辻と申します。真ん中で空気感が違うのが、なんかこう、ね、何年後とか、なんかこう同じですよ、使用前使用後じゃないんですから、そう同じですよ。いやね、
あの本物は見てないんですけど、ちょっと DVD を誰かからの見た、あの九条先生にちょっと紹介、あの紹介というか、あの別のことでお会いする機会があって、でもお話聞いてる間にどん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 、あのドリプラと別でまずこの仲間にどうやってなれるんだろうってずっと思ってたんです。何をそう思ったんですか、仲間に入りたい。私の夢が、あのこれすごいですよ確かに日本を明るくしたいっていうのを漠然と思ってまして、で、そこに勇気づけられたっていうのプラス、あ本当にこうやってすごい誇りを持って、あの毎日生きている人たちが世の中にいるんだなって思ったら嬉しくなっちゃって、もうずっと興奮状態だったんですね。そんな感じでした。すごいですよ、はい、辻さんねあのスタッフのミーティングやるんですよ。でやっぱドリプラだからスタッフも夢語るじゃないですか。一番開口一番言ったのが、日本中の人が働く喜びをね感じる社会にしたい、これだだそれだなんか飲み込みが早いというか、それだ、ね、みんなもおおっていうのを早速言われて、すごいですね。すごいです、すごいです。今男女比はどのあれですか。男女比半々ですよ。いいか、いつでも合コン。朝から辰島さん元気ですね。夜引きずってるんですよ。言っちゃダメ、言っちゃダメ。言っちゃダメなの。夜引きずってるダメ。でおはようって、あの挨拶されて、あ、おはようございますなんだっていうのは。おはようございます。それに一応ね、朝日浴びといた方がいいですよ。ラジオ体操の歌はね、私さんの BGM で歌ってみたんですよ。本当ですか。新しい朝が来た歌って。うわ、歌いいな。歌いたい。いやいやいや、今日ね、そういえば足立さんにあのドリプラのね、テーマソング作っていただいて、今日も出るのかな。あ、出ないかな。本当？いや、わかんない。それなんとなく今足立さんちょうどそれを指したがいないですね。あ、いないんだ。さすが。さすが。いやでも本当にこうね、ドリプラおかげさまで、なんでこう世の中にこんなにお宝みたいな人材いっぱいいるんだなっていうのをね。そうそう。改めてこう感じさせていただいて、昨日私もですね、あのちょっとドリプラーの資料を作っているときに、あの全国各地どれぐらいやってんだろうって言って、ちょっと地図に落としてたんですよ。そもう書けないですね。書ききれない。天がもう埋まり始めてる感じ。くっついて。もう大体。あと本当にこうね、あの陣取り合戦みたいな感じで、こう あとこの剣落とせばいいのかみたいな。まだここは未開の地だ。そう誰かいないかなみたいな。そういう感じ。九州あと一つだみたいなね、そんな感じ。本当そんなに言ってんの。そんなすごい。九州ドリプラってやるからね、そう思うと行っちゃうんですよ。もうすぐですよ、ね、今年のそれこそあの河合さんの決意は、はい、いや今年はですね、あのすごくなんかこう、6回目でものすごくなんかね、あの今年になってこうすごい世の中変わってきてるなっていうふうにものすごく感じていて、この何が感じているかっていうと、やっぱこうなんか夢を語るのがもう当たり前で、応援し合うのも当たり前で、あとはじゃあそこからあの行動していくとか、もっと広い人が関わってくるとか、まあ本当にそういうなんかもう今まさに時代が変わってる時に来てるなと思ってます。で今までやっぱね、夢語ると結構思いっきりいっちゃえみたいな、結構肩肘張んなきゃいけなかったのが結構自然に今語れるようになってて、であと同時に応援できるようになってて、ということはもう本当にこう今日本が当たり前のように夢語るいう風になってるのかなと。でまだね、なかなかニュースでは残念ながら流れてはないんですけど、もうちょっとだと思うんですけども、本当にこう夢を語って一人一人がもう朝から夢を語るで、会社に行ったら夢語って誰かの応援するっていう風になるのかなと。でそれがまあ本当にこうドリプラを通して当たり前にしていきたいなっていうのがまず一つありますね。であともう一つはあの、まあ、結構その夢語ってじゃあ どうなのとかですね、その後どう頑張ってんのみたいなのもあるんですけども、でもやっぱドリプラもそうですし、まあ、夢を実現する、夢を叶えるっていうのは、まあ、田島さんもこうやってね100日間でやってるように、一人一人のやっぱ夢の実現の仕方が本当にあるんだなと。でその実現の仕方で一番大切なのっていうのは、100日始める1日目、この一歩を踏み出すっていうね、ここの1日が始められるかどうかで、始めた人はもう誰もほっとけない、
でこういうですね、やっぱこの一番大切なのはやっぱ勇気なんだなっていうふうに思って、だからその誰でもこの一歩を踏む勇気があればみんな応援してくれるんだと、でいつか夢叶うんだと、そういうのをちゃんと伝えていきたいなと思ってですね、だからいろんな人がこう夢叶えてる、夢に挑戦する姿っていうのをやっぱしっかり伝えていきたいなというふうに思ってますね。まあ、同時にやっぱね、最高のやっぱ舞台を今年も作るぞと。で、まあ、10年間やるとまあ超一流になれるっていうふうにね、なんか思ってまして、ちょうど今年6年目でドリブラーね折り返しなので、もっともっとやっぱどうすれば本当にこの会場に来た人が夢を持って夢に挑戦して誰かを応援するっていうですね、そういう風になるのか、もう踏み入れた瞬間にもう人生変わっちゃうみたいな、そんな舞台を作りたいなと思ってて、今年のドリプラはですね、ドリプラに来た人が帰った時にですね、選ぶ選択肢は4つしかなくなっちゃうっていうですね、何になるかというとですね、見た人はまずですね、私決めました、来年ドリプラのプレゼンターになりますっていう夢に挑戦する人になるんですね。でもう一つはですね、そうかと、夢まず応援すればいいんだって、応援したくなっちゃう。でもう一つはですね、私こんな舞台作りたい、一緒にやろう、スタッフになりたくなっちゃうんですね。あと最後これがですね、これが一番すごいんですよ。これはですね、私もドリプラ自分の地元でやりたい、主催者になろうっていうですね、まあ、この4つしかないっていう感じですね。選択肢ないんです、夢に関わるしかなくなっちゃうっていう、まあ、そういうですね、ドリプラにしたいなと。でそうなるためにはやっぱり僕、夢に挑戦する人たちが常にこう楽しくね、自然体で、やってるっていうことを、まあ、そのままの姿で見せていきたいなと思ってまして、はいはい、だから走ってきました。そうそう、そこに行くんですね。走りながらこういうの考えるんですか？走りながらはですね、僕は結構走る理由っていうのがあってですね、大体辛くなったら走るんですね。なんか迷い始めたりとか。そうちょっとダメだこのままだとっていう。無になるために、無心になるために。ですね、こう精神的な大変さと肉体的な大変さを比較するために走るんです、僕の場合は。どっちが大変かなっていう感じ。で走ってると結構苦しいじゃないですか。具体的な大変さ結構大変だぞと思ってですね、まだいけるわと思って、もう戻ってきたら元気になるっていう。精神的な価値のことはないってことですよね。ない、僕にとってはですね、僕にとってはですよ、僕にとってはですよ。個人っていう。でもそう個人の感想です、はい、そう思います。個人の感想です。すごい、今日も今ね、ケイさんが来るということでちゃんと北島さんから、北島さん、ね、幻のっていうか、フェイスブックで見ましたでしょ。くっちゃ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 、自分で自分をちゃんと用意されてましたよ。北島さんありがとうございます。本当に今年6月3日金沢、はい、ドリプラ春出発しなきゃいけない方は、そろそろ、はい、そろ、はい、じゃあ今年のちょっとご紹介を小野さんからしますか。はい、メンバーで、はい、まだ言えますか、大丈夫。じゃあ僕言いましょうか。時間見て。ドリームプランプレゼンテーション2012世界大会はもう日程決まってます、はい、12月7日予選、9日本戦、場所も東京ドームシティホールということで、去年と同じ場所でやらさせていただきます、はい、そして皆さんにはチャンスが5月10日、5月22日に、ドリプラ説明会がありますので、楽しい会なのでぜひ来てください、あと生プレゼントが多分見れるので、はい、すごくどんなものって人に、5月10日辰島さん来てくれる、あ、行きます、ドリプラジオ、ありがとうございます。これのそれに出るためにね、100日やったの。そしたら微妙な時だったし、なんかお土産持ってね、今聞いててね、なんかゆかちゃんね、もう次が始まるんだなって感じしない？なんね、不思議な感じ、初めて体験してる先輩ですよ、先輩。次のもうみんなね、ワクワクして出たいっていう人たちがこう来て、ドリプラ初の連続エントリー OK よ。おダメなんだっけ、ダメなの、ダメなの、すいません、初出現でした。そんなことあったか、あるんですか。そうそう、聞いてますよ、太田さんが出てほしいだけだよね。そうそう、じゃあ他のドリプラでよ。
ちっちゃくなっちゃう。冷凍庫ダメなの？ダメ。でもそれぐらいこう世界大会で出たらやっぱりこうやらせてもらったって部分と自分が得たってものが大きいから割とねふわーっとした中にいるんですよ。で、ね、新しいものが始まったよっていうのを突きつけられたら初めてあ次のあ自分たちの前あだったなみたいなのがまた見えてこうすくともあるんだろう。それはきっとエコちゃんが見てるね。新しい人が見てまた自分なんか私の時はねみんなが寄せかかってこんだけ応援して準備してくれてたんだなって思った。あそれがまた見える時なんだね。ゆかちゃんと私がねきっと今年はなんかねなんか そこまで気がいかなくなんか自分のことだけでいっぱいいっぱいでなんかこう次の人が入ってきてもうそれを関わりながら、うん、じゃあ自分どうしようかなみたいな。だからもう自分だけで今いっぱいいっぱいで大丈夫です。なんか本当にちょっとそのこう新しい年が始まる意味っていうか、はいうん、それもすごい感じますね。どんどん新しいものが入ってまたこう、うん、そうですね、うん、自分の役割が分かるっていうか。いやそうですよ。ドリフラーも世界大会だけで今まで89人ですから、うん、プレゼンター。おお、じゃあ今度で100人超え。3桁いきますよ。3桁すごい。すごい、すごいね。でまあ、そういう方たちと交流会もしようと思ってますし、はいまあ、全国もね今年も本当にもう間違いなく50カ所以上、はい、多分70ぐらいじゃないかな今年あの把握できるだけで、はい、じゃあ時間で行かなきゃいけない。あ、そろそろ、はい、そうそうそうちょっとすみません走って、はい、情熱調理に向かって、はい名付けて何ですか。走っていくのは情熱調理株式会社情熱調理はい、あの 走ってなんとか日本を元気にしようの会とかって去年行きましたよね。あ、そうですね。世界を買いに走って会社に行く会だった。そうなんだった、そうなんだった。ありがとうございます。でその後渋谷に今行ってくれるという、はい、出ます。渋谷に行って30分後ちょっと夢を語りますんで、はい、渋谷の有名な情熱奨励をやってる姿を電話で、はい、でちょっと今度は女子と、はい、じゃあ女子を残していただいて、それでバクさんもありがとうございました。本当にあの世界を変えるために、世界を変えるために会社に行く。すごい、一斉もせずに、あのバクさん、すごい、本当にありがとう。よかった。もう、あの曲を、どうしよう。ね、いや、やばいわ。なんか、バクさん、あの曲の後、そうだよね、そうだよねを言い続けてたよ。ずっと言い続けてた。忘れ物ないように。あ、眠れも。大丈夫でしょうか。はい。なんか、エコちゃん、エコちゃんでしょ。ありがとうね。なんか、はぁ。気をつけてね。じゃあ大丈夫、はい、ありがとう。なんか夜を越してくださった皆さんありがとうございます。本当はいいです。でも持ってっていいよ、こんなにいっぱいじゃあいただきます。ありがとうございます。じゃあもうちょっとありがとう。バクさん、エコちゃん、そしてゆかさんでした。ありがとうございました。すごい新しい一日が始まってる感じがしますね。ね、朝ですね。ね、夜を引きずってる私たち3人。一気に霧がいい感じ。なんかミーアンもダスさんもすごいね。ミーアンすごいっすね。ミーアンすごいよね。外に出てない。どうしてあげればいい？本当に。何ができる？今。すごいってこじゃあ皆さん、せーの、すごい！ありがとうございます。いや、本当でもすごい。言葉じゃ言い切れないぐらいすごい。何時からやってるんですか？昨日の12時か、昼12時か。で昼12時か。普通は24時間じゃないですか。はい、で、ドリップラジオの説明をすると、うん、ドリップラジオは今水曜日の昼12時から、うん、あのアントレプレナーセンターでやらせていただいてるんですよ、うん、ぐるっと。で、水曜日から12時が始まって1時まで終わってる番組だからっていうので、はいはい、で12時からスタートしたらそのまま12時に終わるのおかしいだろうと、うん、1時までやったら、うん、ただ24時間よりさらに先のミッチェの挑戦で25時間っていうのを去年やったんですよ。ただ今年は、はい、あのたまたま自分が100日っていうのをたどってきてやってきた時に、ちょうどこの水曜木曜が来たタイミングが去年のこのタイミングだったんで、でも99日100日はもう100日今日なってもらったんですけど、うん、それのあのこれをここで25時間でやってしまおうってやってて、で残りですね、5時間、引き算もだんだんできなくて5時間15分ぐらい
じゃあずっと寝てないんですよね。寝てないですね。あ、すごい。っていうか、クモロすごいでしょ。素敵なテンション。テンションも。で、ね、25時間ずっとこう。要はね、ミーアンって言います。わかります？ミーアン。ミーアン。ミーアンがいなかったら、はい、この喋ってんのは、ただここの空間だけなのに、そうですね。そうですよね。で、そうそう、みんなで話してたっていう、そこに届いてないのに、っていうことが起こるわけですよ。一番重要、重要なポイント。いいですね。あの、どんな、え、何番目に重要ですって？え、二番目かな。一番目、一番目。喋りもね。はいはい、はい、みんな重要です。そうか、今そこでね、あの、気づかったかもしれませんがね、正しくはね、一番ですよ。あの、何番ですか？一番重要。そうです、一番です。同じ一番がもう一人いるんですよ。あの、はい、足立さんと言いました、はい、足立みつるさん、ソングレターアーティストっていう風にね、あの肩書きとして座ってて、はい、今やってるすごいのは、うん、25時間ドリップラジオやりますって言った時に、はいはい、まず電話は、あの、宮はね、ずいぶん前から予約を取ってあったんで、あの、はい、年明けたぐらいから言ってたような気がするんですね、100日と時点で私言ってるんです、多分ね、うん、4月僕100日の予定決めたい。そうですね、あ、なるほど、空いてるっていう、すごい、で近くなってきました、はい、足立さんってやるスケジューリング順番をしていくときに、はい、まず聞いて、25時間ラジオやるんですって話したときに、はい、あれは足立さんからでしたよね、あれ僕25時間いましょうよ、いましょう、あれ、あ、まあそれ言ったのはいましょうかと、すごい、私は足立さん25時間の中のお時間いかがでしょうかって、はい、すごい、それで、ね、そうか、一応アーティストなんで降りてくるんですけど、あ、降りてくる、言っちゃったんですよ、言っちゃったんで自分の首を絞めると分かる、言っちゃうんですよ、ね、もしかするとタイトルでこんなんしようと思ってるんですよって言ったじゃないですか。そうですよ。ね、タイトルの相談を言った後に言いましたよ。あの、100日やるって決めたから、うん、そうそう。はい、じゃあ、あの、あなたの最長記録とかいうのを聞くのをテーマにしようかなと思いますと。うん、はい、何があって頑張れたかっていう。で、私の場合は100日っていうのはみんながとにかくやっぱり100っていう、なんていうの、固まった事実の結果の凄さ。うん、本人は1ずつやってた形なんだけど、ものすごい私が自分が意識しているよりもはるかにすごい評価をみんなすごいって言ってくれると。で、じゃあ私はどうして100日をやれたかっていうと、答えはいつも待ってくれてる人がいたからっていう。で、これもあの、自分がすいません明日開けてくださいって連絡して、あの、開けてもらってるってことなんだけど、でも待ってくれてる人が行くってことは次の日に行ける、つながっていくってことですよね、うん、100日連続やるっていうのを生放送やるって決めたから、すごいすごい、こう悩んでる時間がないんですよ、すごいですよね、どうしようと思っても次行かなきゃって、そうですよね、そういうサイクルが起こってくるとですね、うん、ちゃんと次の人が本当に私の今一番あの必要とする答えと導きを言ってくださる人がどんどん現れて、うん、でもこれやることがすごいじゃんって意味があるんだと思って、うん、でぐる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 回って100日ね、やりませんか、ありがとうございます大人な回答でした、ありがとうございますやりますやりますやりますよ、ね、何やりますか、そうですね、私はちょっと今自分で、そうですね、あの、子供たちのために何かやりたいなと思ってるんです、大体、うん、自分がクリエイティブなことが好きなので、うん、あの、そうですね、あの、歌とか音楽とか好きなので、うんうん、100日間あの歌を歌います自分の中で、はい、自分の中でそんなあなた、今回の私のプラスだったのは、はい、外にとりあえずやってますよ見せたわけです、あ、そうです、つまり自分のストリームで毎日歌ったのをあげるっていうのもできますよ、そうなっちゃう、確かにトリプラジオっていうホームページの中で皆さん紹介できますよっていう、もともと歌をちょっと習ってジャズとかとか習ったことがあったので、で家でも時々自分で歌ったり、あの、外でも、じゃあ音楽の部分では足立さんと共通って書いてるけど、そうですね、ちょっとあの、去年の暮れある、うん、あの、私今葛飾区の方に住んでるんですけど、うんうん、そっちの方の異業種クラブの方で、あの、ジャズミニライブをやってくださいって言われて歌ったんですよ、この曲を、うんうん、ですごい皆さん笑顔になってくれて喜んでくれたんで、うん、あ、なんかすごいその時に、あ、嬉しくなっちゃって、うん、歌いたいなと思ってるんですけど、ジャズって特別にこうアドリブとかね、やっぱりこう印象っていうかあるじゃないですか、うん、そうですね、うんうん、
私もともと九州にいたんですけど、うん、熊本にいた時にその時の師匠が一人の一曲に対して三人の、うんうん、あの人が歌ってるのを聴けって言われて、うん、でそれぞれ歌い方が違うんですね、ジャズって、うんうん、だからすごいそれはあの、うん、とっても自分にとって幅が広くなるっていうか、うん、気持ちが広くなるっていうか、うん、いい経験になりましたね。でそれからだんだんもともとドライブしながら歌ったりとか、うんうん、一人でストレス解消で、そういうの好きだったんで、だ、うん、英語の勉強にもなるし、うんうん、歌の勉強になるなと思ってジャズを習い始めたのが歌うきっかけだったんです。そんなに簡単に歌えないですね、ジャズってね。普通そんな気がしますけど、まあ、一応教える先生が上手だったんで、もういろんなところでライブで歌ってらした先生だったので、音楽の、ね、力はすごいですね。足立さんの、あ、どうぞ。そうですね、うん、でそういうことでなんか人々が喜んで笑顔になってくれるのは好きっていうかですね。すごい。でまあ大人から子供まで楽しめる、うんうん、トリプラ音楽祭みたいなできると嬉しいなと思っているところです。どんどん夢がちょっと進化していって、はいですね。足立さんはね、この25時間やるって言われたら、はい、単にそこにねいる人じゃないですそう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 キーボード持ってきてただ座ってる人だったらそんなに逆にあの厳しいことない25時間そうそうそう1時間ごとにこう出る人をこうってね、うん、順番にゲストの人がいるっていうのでプログラムいっぱいいろんな人が来てくれさってやって、うん、その人のための、うん、あなたのための歌を一曲、うん、はい、生公開って公開レコーディングで送ってらして何曲いきましたっけ、さっきで13曲。今の昨日の12時から始めててもう13曲、うん、はい、その自分のイメージが入ったままポンとその人のためにぜひもらった人は、はい、もうみんな泣いて、あ、すごい感動ですよね。なんかね止まってんの、あって、うん、だから降りてきちゃったんでしょうね、気持ちが。でここでしか今のこの瞬間しか弾けないっていう曲を、あ、即興で、わ、すごい素敵ですね。すごいですよ。で同時に足立さんは名前それぞれ下の名前なんですけど、うん、そうです。あ、どんな字書くんですか。思うっていう字書いてそうっていう本名。本名ですなんかそうちゃんって言われたそうちゃんとか皆さんがそうさん名字なんですけど、名字は阿部です。あ、さっきそうか、ね、下だけは阿部、うん、そうですっていう、そうちゃんそうちゃんって言われてます。よろしくお願いします。下の名前なんですけど、かなみです。かなみちゃん、はい、うん、例えばこういうふうに音を聞いて、うん、それの持ってる意味を話してくださって、うんうん、そこからあなたの曲を打って、うん、言ってくださるってね、その力、その凄さって見てすごいですよね。聞いてみたいですね。作れと言ってるような感じだけどプレッシャーを作れないでないといいんだけど、今のアーカイブで見れますよ、あとは1曲あの50万ぐらいでですかねあのこれから私が入ろうとしてる。そうですね、いや実際でも本当にみんながなかなかね自分のためだけの曲ってないですから、うん、ないですよね、うん、それは感動すると思います。ドリプラーっていうものを持っていくと、はい、私も別にあの語ってる時間にするわけでこれ告知をしなきゃいけないもんね、言わなきゃいけないことさっき聞いてからでしょうかな、あの、はい、今こう仕組みで言うと、はい、スタッフがいて、はい、それでプレゼンターがいて、はい、支援者がいて、はい、っていうドリメンがいてっていう話なんですけど、はい、そういう時にこう支援する時に話を聞いて、はい、その人でやりたい方にこう導いてくださるいろんなコンサルだったり、はい、コーチの人たちがいるけど、足立、はい、さんはもう、うん、超あの、うん、ドリプラオリジナル、あのなんて最高なんか言葉なんたなんもっと足してあのかなんとか、うん、っていうぐらいに、はい、全てが分かって、うん、その人の話を聞いて、うん、何をしたいのか、メンターですね、メンターって言葉の10条ぐらい、はい、すごいすごい、そうだから全て知ってて表現者としてもご存知だから、そのアドバイスの的確さはねすごいんですよ。何を言いたいかというと、ね、覚えておいたらいいよよろしくお願いしますちょっとあの経験値だけは、はい、もう本当にドリプラの2年目から音楽制作に関わっているので、はい、あ、そうなんですね。やっぱ半端音楽作れなくて、やっぱその人が本当に大事にしたいこの会
すごい。当日同じなのに。どういうことかってことで、当日同じ人に向かってその、うん、あ、私さんが Q のプレゼンを作ってるってことになるわけでしょ。ですよね。すごいよね。こうそれだけ、まあ、その絶対的な数で変わってる人はメンター、ね、クリーナーさんの中にも多分いらっしゃるんだけど、すごい素晴らしいです。うん、なんか多分いろんな面を全て見えてる方だと思うんですよね。ねえ、困ったらあの方の顔を、はい、足立みつるさんっていう、ね、どこで聞いてるのっていう、そうなんですよ、私フェイスブックであのお名前だけこう、うん、出てくるじゃないですか、うん、で足立みつるさんにすごいタッチが大好きなので、はい、いつも反応してたんですよ、うん、一緒の名前の方だと本当になんかね、お会いできてよかったっていう、うん、よかったです、ね、じゃあのドリプラすべて知り尽くしてる足立さんの前でドリプラの告知、はい、どんな持って方なんだ、やってやって、はい、はい、あの太田さんと、はい、あのKさんから渋谷ついたって電話かかるまで時間あります、はい、まだあの20分ほどありますね、はい、じゃあ、はい、田中嬉しい、一生懸命こう伝えるのに、何時に起きたんですか、4時ぐらい、あ、すいませんね、はい、何の回だって言われました、今日ここ、今日あのなんかドリプララジオ収録があるからなんか夢語ってねみたいな感じで、うんうん、でも何も打ち合わせもなくただこう来たらなんかいきなりここに座ってねそうだね、で座ってねって言ったらいきなり喋ってね、あーそうだね、で喋ろうと思ったらちょっと立ってくださいってまたなんか立たせてなんかして失礼しました、いやだから なんかこうでも今感じてるままでいいんじゃないですかね、きっかけがさ、はい、じゃあどうぞ、あのさっきの重なってもいいです、あの日付とか、はい、じゃあ、うんうん、はい、じゃあ日付なんですけど、うん、実際は、12月7日に予選をやって、うん、12月9日に本選をすると、うん、あそこ開くんでしたっけ、あれ12月7日に、そうなんです、今年は開くんです、うん、1日開きます、うんうんうん、7日が予選で9日が本選、うんうん、で、それのためにですね、うんうん、5月の10日と22日に説明会がありますので、うんうん、これはあのプレゼンターに限らず、うん、なんか見てみたいとか、うん、ちょっと興味があるわっていう、うん、あのもうそんな方もぜひぜひお越しくださいということで、うん、そこからもういよいよ始まるという感じですね、うん、で、6月の15日から7月2日まで、実際プレゼンターのエントリーが行われていて、でそれをもってその後8月以降に、うん、あの支援会とかいろいろ準備というところに入っていくという、なってます、はい、なんか去年のなんかその頃の自分のことと今重なってきて、合宿の、ね、あのちょっとウードリーって言って、自己超ドリプラっていろいろあるんだけど、はい、ウーマンドリプラっていう時代もね、はい、元気するドリプラやって、はい、その時に1回目のね合宿のとこにこう応援できてって言われて行ったら、なんかね独特のね知ってる同士はこう2人ずつ座ってるわけですよ、それでこう2人2人座ってて、でこうこの会の空気感っていうか、前の人何の人かなみたいな、横の人も何かなみたいな、いい感じのねテリトリーをこうまた持とうとしてる座ってる空気があるの、ものすごいね、あ合宿の時こんな感じだったんだろうなっていう、そうそう、それがあった、初めてなんでいろいろ、あねえ、でもいいと思う、それでそういうのがあって、でも最初にやっぱり感じたものを覚えておくってすごい大事ですよね、それが次にきっとほら伝える人に、ドリプラって何って言われた時に何が伝えられるかだし、私はなんであのドリプラにかかったかって、2008年にあの私のある結局パートナーになってくれた人なんですけど、人生が変わるよって言われて渡されてあその人が言うなら行こうってだけで、それだけだったんですよ、でもその人が言うからっていう人がね、でしょ、いたっていうことがすごい、うん、きっとね、本当にあのドリプラって何と言ったら、説明できないっていうのは、福島先生もね、できないんだよって、そうですね、絶対みんな、だからいいと思うわけですからね、まずは参加してみて、うん、ああ、うまい、ね、正しい、うん、ね、やっぱりなんか、光り輝くものがあったんで、うん、私も。すごいここ輝いてるって、うん、こんなに瞳がキラキラしてる人がこんなにたくさんいるんだと思って、それがもうすごく感じで、そう、ね、入りたいっていうかね、その仲間に、そう、仲間にどうしたら入れるんだろう、うん、私も思ってて、同じ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 
そうそうそう、それだけだったんです。それだけで、どうすればいいんですか、福島先生って誰みたいな、私たちだったんですよ、その私は ね。だからそこで必死になんかいろんな講座行ってみて、うん、知れば知るほどすごい。そう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 、そうですよね。全部告知の続きやりましたら、はい、じゃあ続き補足してください。ね、いいね、いじりやった感じが。いや私もなんかこう、うん、あのね、で今後、はい、そうですね、あってやっぱり12月の本選の、うん、9日にもう決まっておりまして、はい、本選がですね、うんうんうん、でもうそこに向けて今いろんなあの準備が始まってるんですけれども、うん、まあそんな中で私たちがあのいろんな方々に、本当にたくさんの方々に夢を語っていただいて、その夢の実現に向けてなんか頑張っていただきたいなっていう、あのスタッフの熱い思いがありますので、そこで私たちもあの支援をしていきたいなというふうに思っています、はい、ぜひぜひ皆さん参加していただきたい。まずはどんなのかなってさっきみたいに思って参加されるのもいいですし、いやもういきなりあのプレゼンターになりたいわって思う人は出ていただいても構いませんし、本当にいろんなあの参加の仕方があります。私も本当に今年初参加でいきなりあの、ね、テクニカルになっちゃって、あれ私でいいのみたいな感じなんですけども、でもその仲間にいられるってことがすごい喜びになってるので、はい、どんなにあの大変でもどんなにあの、皆さんがあの多分応援してくださると思うので、その中であの頑張っていけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。あの女性でね、はい、ミーアンの方のね、こうあのミーアンです、はい、よろしくお願いします。覚えていただいたら、はい、なんか貴重ですよね、それだけ舞台のことも分かってやってくださってっていう、ね、ありがとうございます。本当にミーアンもだってあのこういうのの、これのお仕事の人として、はい、そうなんていうのかな、そしたら何、仲間たちがこう集まってくる、うん、そうですよね。これモニターも自分で用意したものをこう、持ち歩いてる人になって変でしょ。え、私さ、あのキーホルドいつも持ち歩いてる人になってる、はい、変でしょ。本当にあのその舞台を作るために自然と引き寄せの法則じゃないですけど、素敵な人がいっぱい集まってきて、なんか不思議ですよね。でみんな通りすがりになりたいから、さなわーっと去ってくるわけですよね。そこで、俺のやったんだとかいうのはないまま、また来年みたいな。そうそうそう、そこが素敵ですよね。そういう場があるって知らなかったでしょ。そう、知らなかったんですよ。それを広めようと思ってドリプラジオなんですよ。あー、嬉しい。しね、とかとか、ぐらいわかります、すごい。こんな人たちがいるんだ。そうそうそう。キラキラしてる人の中に、そうそうそう、河合さん、さっき K さんと、はいさんね、はい、太田さんってどんな風に見えたんですか。今ね、聞こえてないから言っちゃってください。いや、もうものすごいキラキラしてて、うん、すごく明るくて元気が良くて、うん、あ、そんな人たちがこう夢語るんだみたいな感じで、うん、素敵素敵って思っていつも見てます。走るって言った時、はって、うん、なんで走るのみたいな、そうそう、え、何やるのみたいな。ねえ、すべての行動が素敵なんですよ。だからこうキラキラ輝いてて、だからそこのそばにいて、うん、私たちもキラキラ輝けたらいいなって、うん、私自身とかもみんなもそう思ってると思うんですけども、先生もそうだと思うんですけどね、うんうんうん、すごい。周りになんかそんな感じの人っていますか。200% そんな人はやっぱ少ないですよね、うんうん、あの部分的に思ってても、うんうん、やっぱりなんかちょっとこう、うん、自分を守ろうとしちゃう時ってあるじゃないですか、うんうん、そういうこと関係なく、うん、本当にこう全面的にこう相手のことを考えて、うん、自分の夢のことをこう正直に語ってっていう人はやっぱり少ないのかなっていう気が、うん、私ももうあの年明けぐらいからいろいろちょっと顔出し始めたんですけれども、うん、毎回毎回もう楽しくて仕方がないですね、こう新しい人に会えることが、うん、でそもそもそんなに人とこう交わるのすごく得意ではなかったので、うん、それでもなんかもう楽しくて楽しくて今日は誰に会えるんだろうとか、うん、そういうことも嬉しいなって思いますね。もうきっとね、あの今出会ってるの、まあ、スタッフはスタッフの数なんですけど、うん、そのね、もっと出会ってる数がものすごい数だったので、うんね、こんなに今年たくさんの人に出会えて思わなかったら、それも感動ですよね、うんうんうん、じ
昨日こうドリプラに出会って全国各地に当たり前に行けるようになってる。これは普通の中でね、ほら、うん、学生時代とか、うん、誰かどこどこ北海道出身で来て、うん、あ、じゃあ遊びに行くときにいいなとかくらいの思った感覚があったでしょ、うん、でドリプラから始まるともう九州であろうと大阪であろうと仙台であろうと、うん、全然この、ね、距離感がね、うん、すごい短くなっちゃう、はい、そうですよね。呼ばれたら行く行くって行くし、うん、行っていつも東京で集まってるメンバーもまたそこにいたりなんかして、このなんか不思議な、なんだろう、ね、あの日本がちっちゃくなるっていうか、うん、なんか一体感がありますよね、つながってるっていう、うん、なんかね、セミナーで自腹で交通費で行くわけですよ、そこに。不思議ですよね、みんなね、何もね、うん、それでこういうあのこの間もこの世界大会のプレゼンターが集まるっていうので、こういうのを作って送って、またそこに集まるメンバーが喜ぶだろうと思ってサプライズでこうやって送る人がいたり、うん、それで作ったんですね。すごいいっぱいいろんなところにこれあるから、うん、ありますか、うん、ね、あ、ケイさん置いてた、うん、持って届けない、あ、ありますよ、この後、この後じゃないですね、ちょっと来週でも、うん、私持たないかな、食べちゃおうか、代わりに食べちゃいました、喜ぶかも、私食べちゃいました、ケイさんのことって全部といいですね、いいですね、上から下まで食べちゃいましたそうですね、半分こしちゃいましたって言います、上半身私ですごめん、夜引きずってるんで、なんか変、なんかモードが違うな、ちょっとこれ朝の会話じゃないな本当にいかんね、そういう風な喜ぶ顔を見せみたい、そうですね、もういろ、だからいろんな仲間、いろんなメンターの人たちが現れて、こう出会いがあるっていうのは、うん、そうそうないことですよね。お二人はそれぞれ仕事のキャリアはあるわけじゃないですか。そう思うと、ね、どうですか、はい、このそうですね、やっぱ私自身は周りにはそういう人がなかなかいなくて、うんうん、やっぱり社会に出るとどうしてもしがらみっていうのがあって、うんうんうん、素直に自分の気持ちをこう話せない部分とかあったりするんですね。だからそういう部分ではここに来ると素直に自分の気持ちが話せる、それがなんか嬉しいみたいな、ね、もうそこまで、ね、関わってもまだ少ないんですよね。そうですね、素直に話せるまでなってるとかすごい、そうですね、今年になってからなので、ミヤも何回も会ってるんですか。初めてです、本当、実は、はい、ね、きっとどんな風にこう経験されてって形が本当に、なんか本当に毎日日々出会いっていうか、そのここに来るために新しい発見があるので、それがすごくこう新鮮で嬉しい、そんな感じです。なんかすごいスッとしたさ、素敵なね、あのみんなの気持ちが高まるあの二人ですよね。本当。自分自身がドリプラ嬢ってものをやらせてもらって、うん、私もその中でのこう諦めない理由って中にドリプラ嬢ってって話からなるんですけど、うん、その時に本当に2008年のドリプラを見て、うん、この仲間に入りたいと、うん、それ自分も応援する人になりたいって思った時、うん、応援するっていう思いが集まってる人たちって、うん、みんな応援するってなってるんだから、うん、それ応援されたら嬉しいからまた応援して、うん、その応援したらまた応援されて、うん、そうだよねっていう、うん、なんかこのこう当たり前感が、うんうん、早く世の中の人が伝わるといいねって思ったでしょ。うん、それはで、きっとそれぞれの人がそれぞれの得意な部分でやってることから多分いろいろされるんだと思う。うん、あの、ああ大丈夫？なんか、はい、あ、本当ありがとう、なんかみんなそれぞれの世界に帰ってきます。ありがとう、あのさっきゲームソフトを作るっていう話を言ってて、ね、楽しみ。色々ですね。2年後の4月18日、発表会。はい、頑張ってね。はい、ありがとう、ありがとう。すごいすごいすごい。なんかドリプラのことについて質問あったらこの2人お答えてくださいますけど、なんかありますか？今。いや、もう本当に初めてのことだらけなので、うんうんうん、これからどうなるんだろうってワクワクする部分と、なんか興味津々っていうのがいっぱいあるんですけど。うん、どうですか？はい。今まで体験してこられて、うんうん、これが一番感動したってどういう、なんかありますか？質問ですね。僕は、まあ、ちょっと原点にもなんかどれ、自分がどれくらいに関わるっていうようなものでもあるんですけど、はい、一番最初に音楽作ったのは2008年です、ね。はい、で、その時に、まあ、すごく印象に残っているプレゼンターが、はい、まあ、田中克美さんで、多分あの来週、うん、そのお肉の会って言ってましたね。はい、僕と同い年。
を育てるってことはどんな畜産にもチャレンジしないんですよ、はい、なんでかっていうと、まあ、のびのびと牛ができるんで牛としては多分すごく、ね、心地よいんでしょうけれども、はい、筋肉がついちゃうんですよ、うん、そうするとお肉が硬くなると、だから、まあ、それはあんまりこう育てるのも大変である反面、うん、さらにそんなにこう美味しいかっていうと、うん、美味しさ重視のお肉でもない、うん、なると誰もそこをチャレンジする人いないんです、ね、うん、だけどその田中和馬さんは人と牛が共に幸せになれる社会を作りたい、命っていうのは本当にこうかわいそうって言っていただくものじゃなくて、うん、ありがとうっていう気持ちで食べてほしいっていう、それをすごく思っていて、うん、で牛のパートナー制度、要はその牛が育っていく過程とかをみんな共有した上で、うん、最後にその牛の命をいただくみたいな、うん、本当に私たちが食べてるものっていうのがどういうふうに成り立ってるかっていうのをすごくメッセージとして伝えているので、うん、でまあその辺のことを最初に会った時に足立さん音楽聴いてほしいんですって言っていろいろ話をされたんですけども、うん、そのヒアリングの時に僕はボロボロ泣いてしまったんです、うん、なんでかっていうかこの人本気だって思ったんですよ、うん、で自分と同い年ぐらいでもうすごくチャレンジなわけです、うん、誰もやったことがない難事業をでも思い一つで絶対に諦めない、うん、自分の諦めない理由はこれですってはっきりとぶれずに僕の前でプレゼンするその和馬さんの姿を見てすごいなこの人っていうふうに思って、で当然僕は依頼を受けたって形なんですけど、うん、もうそのヒアリングをしてる時にもう依頼を受けたって感覚じゃなくなって、うん、この人の音楽作りたいなって、うん、でそれでこう音楽を作るんですけれども、その時にですね、まあ、僕も結構その年はいろいろ忙しくって、うん、実はもうドリプラって12月なんですけど、うん、その時期に僕ホノルルマラソンを走ってるんですよ、で本当にホノルルマラソンに行く直前まで和馬さんの曲を作ってて、うん、成田空港で今送りましたけど確認してください、うん、でも1週間後に確認こっちは直しますみたいな、うん、そんなことをやってもうすごい思いを込めて僕作ってたんですね、うん、でドリプラ当日を迎えて、それでまあ、客席にいるんですけども、うん、まあ、その和馬さんのプレゼンが始まった時にですね、まあ、見事予選通過して本戦に行くんですけれども、うん、そのじゃあ次はその報告の入学の話で田中和馬さんって入ってなった時に客席にいるんですよ、うん、で客席にいるということは今更僕が何をやってもプレゼンは何も変わらないわけですよ、うん、にもかかわらずすんごいドキドキしてきて、ちゃんと喋れるだろうか、うん、僕の音楽はちゃんと乗っかってうまくなるだろうか、うん、もう全部 手離れてるんですけど、うん、もうすんごい心臓がバクバクしてきて、で本当にこうなんていうか、自分僕はあのコンサートで前で歌うことあるんですけど、うん、自分のコンサートでこんなにドキドキしたりこんなに感動したりしないのにっていうぐらい、その人のプレゼンの自分の音楽を持ってる時にすごい感動してしまう、うん、なんか電話がこれ、ね、かな、大事な電話で、ちょっと待って、もしもし、あ、夫ですけども今どこですか、渋谷の、八甲口の警察の前です、うん、八甲口のあのまさに情熱朝礼の準備 OK、 そうですね、ちょっとテストしたいんですけど、テストいいね、ちょっと待ってくださいね、はい、 OK、 こちらで OK です、テスト、もしもし、はいはい、あ、聞こえます、聞こえる聞こえる、どうも、情熱を声出すので、うん、聞こえるかどうか聞いてくださいね、はい、おはようございます聞こえるだろう、大丈夫、もうあのね、聞こえるかどうかってね、質問がおかしい聞こえるどころじゃない、バッチリ、聞こえすぎ、バッチリです、いい感じです、わかりました、手で持ちながらやるんですか、あと3分後に始まりますので、手で持つの、ん、携帯を手で持ってやるんですか、口、手で持ってします、あ、手で持ってやってくれる、嬉しい3分後、これ、はい、このまま言えば一回切ればいいんですか、どっちですかね、つなげときましょうか、え、つなげときます、つなげときますか、今日元気さんはいるんですか、元気さんいます、お、本当、もしあの2人も、うん、行きますよ、行きますね、ね、出社に支障のない範囲で、おはようございます、すごい、おはようございます、すごい本当
元気さん元気です、水は元気です。私の夢を叶えてくれてありがとう。いや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 、行ったのに終わってた田島でした。いやすごいっすよ100日ドリプラッシュの中で朝一で、はい、あの時間的に朝礼に行けば自分のちょっと仕事と行ける日だと思って、はい、8時15分から30分って言って、はい、それであの駅降りた時からこう声が聞こえてくるかと思ってこうやって上げてったら、なんか全然8個越しても聞こえてこなかったって言ったら、いや終わってたっていう、その、ね、いや本当にごめん。その時に元気さん自身は長野にいてね、そうです、うん、あのたどり着けてなかった日だったっていうのはあって、あごめんね、スタートしなきゃいけなかったら入ってもらっていいよ、いつでも。あまだ大丈夫です。まだ大丈夫、うん、そしたらその日にちょうどその情熱株式会社情熱を、はい、あの最後の日の女の子がいたんですよ。そうなんですよね、しおりさんっていう、はい、それで私は完全に取るはずのものを取れなかった、はい、もしもしって。そしたら一回会社にみんながもう終わってパーッとみんな会社に行ったんだけど、来てくれて、彼女の話を夢を聞いたの、はい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 、あれはあれでなんか意味あった気がするんだけど、いいように取りすぎ。いや本当間違いないですね。ねえ、それはすごい良かったですね。それで今日は取れなかった朝礼を取る声で今から皆さんに届けるということで、はい、いつでも段取り、いつでも待ってますので行っちゃってください。わかりました、了解でございます。そろそろかな、はい、元気くん、うん、元気くん、これ違うな。だって今からじゃあ準備に入るので、はいはい、いくつも適当に始まっていくんで、今日何人、2、4、6、7人、8人。すごい、8人今太田さんですね、はい、8人います。男性ばっかり、女性もいますよ。女性もいる。すごい。すごい。じゃあちょっと黙って聞く。うん、はい、そうですね。あ、じゃあ準備に今入って。なんか止まらないドキドキ。ちんと。わ。気をつけて。本当の交番の前なんですよ。あ、そうなの。あの、JR の出てくるところの、はい、ね、毎日ここで。毎日何曜日か休みとか言ってるんですね。すごい。気合い入って。順番に行くんだよね、うん、なんか2019年4月19日、おいしそう、こちらから、こちらにします、おはようございます、おはようございます、へっ、今日もご視聴ありがとうございます、そして、そして、今日の元気で、お名前を込めて、それだけ
もう泣いちゃってダメです。あの中の真ん中で叫んできました。ちょっと元気さに変わりますね、もう一回。いやありがとう、はい、いただきます。いただきます。今手紙の紙、皆さんが出発されました。本当すごい、はい、いただきます。ちょっと元気さに変わります。ありがとう、はい、大丈夫ですか。いやーすごい、ありがとう。今このリアルにね、あの、はい、自分は本当に行ってあらっていう場所だったんだけど、あの場所でこれを叫んでるんだっていうリアル感がもうまずそれだけで涙が止まらなかったんだけど、あの太田さんとですよ、あの100日の話を言った時はもうどうしようかと思ったよ、はい、いやいやいや、いやすごいね。いや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 、元気さん。本日でもたくさん100日、本当にめでたい。いや、みんなが出てくださったからだよ。あの、いやいや、抜けてるとこを今日入れてくれてありがとう。元気さん。いや、でもなんか新たな試みでしたね。本当。ラジオで。そうだよ。朝礼を生公開する、はい。これからね、毎日あげれるって知ってる？はい、じゃあこの後さ、黙ってます。あ、そうそう。みんな電話さえ持ってれば、あの実はあげれるかも。あの元気さん、はい、小田さんがいてくださって、はい、テンションの、はい、あの、あ、わかります？あの、ファニーポケットの、はい、あの小田さんがね、今ここに来てくださってるの。そうなんですね。喋る？あ、ぜひぜひ、うんうんうん、はい、あの夜からずっと来てくださってるの、昨日実践会があってそのまま懇親会から来てくださってて、いや、このままこれ受けた方がいいね、はいはい、7期も受けてるんですもんね。どうぞ。はい、元気くん、こんにちは。あ、おはよう。この方です。じゃあ顔を見せて。もうお元気ですか。はい、元気ですよ、うん、でも毎日やってるの？あの平日は毎日やってます。すごいね、続けるすごさだよね。あ、いやー、うん、あー、ね、今度実際にやってるところを見に行くからね、うん、あ、ぜひ、あの、ね、渋谷の駅前8時15分、うん、8時15分に向かって行った方がいいですよ。あ、次の実践会の時にまた朝までいるか。あ、でもぜひぜひ実践会で、情熱家をね、うん、はい、1万人作ってね、うん、はい、ありがとうございます。そしたらあの日本元気になるんで、うん、はい、頼むよ。頑張ります。ありがとうございます。私もその一人に仲間に入れてください。もちろんでございます。はい、ありがとう。いや、嬉しいです。ありがとうございます。すごーい。いやー、元気さん、かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。すごい。あの、小田さんも言ってたんですけど、声の雰囲気はね、ちょっと違うよね。うん、なんかちょっと私もそう思った。うん、そう、でね、はい、うん、どうぞ。この電話ですか。そうそう、電話の感じっていうかね、うん、うん、あ、本当ですか。はい、多分、そう、どうなんだろうな。いや、毎回これだけの人が大体いらっしゃるんでしょ。すごいね。そうですね、あの、今日も太田さん、河合、うん、さんの他にも違う会社の人も何名か、うんうん、あ、すごい。それでそれを言い切った後、行ってきますってみんないなくなるんですもんね。そこに達しも現れる。そうそう、あれだもん、誰も名残も何もないみたいな、その、はい、でこの間ね、もうちょっと喋って大丈夫？はい、大丈夫です。太田さんの電話借りていくと、太田さんも大丈夫？大丈夫ですか。あと1分ぐらい大丈夫？大丈夫です。うん、あの、しおりさんに聞いたの、はい、あの、最初のうちはこうやって、もう3年だっけ？はい、もう2年、そうです。今度の8月で丸3年。うん、あの、本当に交番の近いところでやってて、で、ね、あの、声かけにこう来た人がいて怒られるのかなと思ったら、はい、君たちは何やってんのって言って、夢を語って日本元気したいんでした、はい、いいことだねって言って、そうですね、で、絡ま、やっぱね、朝だから、あの、夜の続き の、 あの酔っ払いの方々に絡まれる時もあるんだって。それをなんか助けに来てくれるって言ってたよ。そうですね、すごいよね。本当ですね、あの、頑張れよって言ってきましたね。ほら、あの渋谷でだよ。あの、しかもね、日本の中心の。そうですね、本当日本の中心ですね。で、この間、あの、朝日新聞とかいろんな取材もあったり。そうですね、ね、はい、いっぱい出たり。どうですか、元気さんの中でこういうふうにこう広がっていく感じっていうか。いやー、ちょっと、あの、
何ですかね、いろいろな拡張はあります。あ、そうなの。なんか、うんうん、広めたいわけではないし、あ、そうか、これを広め、なんて言うんですかね、この朝礼を広めて日本劇にしたいとは思ってないので、おう、なんかそうですね、こう参加してくれる人は嬉しいんですけど、うん、けどなんかメディアとかそういうのに取り上げられるのは悩みますね。あ、意外。あ、元気さん、佐々木さんからチャットが来てて、はい、うん、よし、情熱朝礼でスイッチ入った、指導します、みんなありがとうって言ってるよ。ありがとうございますそっか、じゃあ朝礼はあくまで自分たちのためにやってると。そうですね、本当自分たちのためにやってるやつですね。かっこいい本当、じゃあ元気さんの改めたあの夢を一言語って、あの太田さんに買ってくださいはい、わかりました、うん、はい、本当に仕事に情熱を燃やす人たちを日本中に増やしたいっていうのがこの夢なので、うんうん、ヒーローズをですね、うんうん、ドリプラスで語ったヒーローズがですね、はい、進化しまして、うん、今度7月に、うん、ヒーローズの進化バージョンで、うん、ミッションボードっていう名前でのサイトをちょっと今オープン向けて、準備してまして、うん、何するの？ヒーローズってこう挑戦者を生み出して、うんうん、情熱化を配信しようと思ってるんですけど、うん、それのこう学生版を作りたいと思った時に、なかなかこう何を挑戦したらいいか分からないっていうのが一番悩みだなと思って、うんうん、じゃあ、挑戦するものを提示してあげようと思って、うんうん、でいろんな企業からプロジェクトとか事業のミッションが提示されて、それに挑戦する学生がエントリーするっていうような。だからミッションボードなんだ。そうなんです。へえ。これを完成させてからヒーローズで挑戦者をどんどんまた動画でこう配信するようなサイトを作っていきたいと思います。いやー、またぜひ聞かせてください。なんて言ったって渋谷の朝のみんなね、出勤途中の忙しい中だから時間取ってごめんなさい、本当に。いやいやいや、大丈夫です、大丈夫です。太田さんはまだちゃんと。太田さん今ですね、こっちを見て写真を撮ってくれてそんな、太田さんって校長先生って言われてるって聞いたんですけど。あ、そうですね、ちょっと校長先生の太田さんに変わります校長先生。はい、校長ですけど。ねえ、聞きましたよ、渋谷の朝で叫んでる校長先生っていう。そうなんですよね。ね、アライトのバイトの団体に、なんで校長先生よりチャリって伸びてたこと言われてイメージ見たままを言われたんですか。あ、ちょうどビッドドライ来てたんですよね、よりによって、すごい。女子高生に声かけられたんですか。うん、多分女子大生ですねすごい、もう。で、最後に田淵のことをバッてあるんですけど、うん、で情熱語りとかって例えば語るんですけどね、うんうん、あれ情熱の方は皆さん暗記してるんですけど、うんうん、僕暗記してるんで、カンペ見るんですね、カンペを、うんうん、で最後それ見始めたら、うん、校長先生ダメじゃん、生徒みんな暗記してるとかってダメ出しされちゃってじーっと見られてたんだ、この校長先生何言うんだろうって、あ、校長先生なんかカメ見てるっていいですね。小田さん、ほとんど毎日いるんですか、そこに。僕は毎週金曜日。あ、金曜日なんだ。みなりちゃんと参加してます。今日は特別に木曜日も。今日はだからレポータップしてやったー小田さん、またポイント上がってますよ、100日ドリプラジオの最多出演狙ってる中。だから初代ドリプラジオタクっていうことで嬉しい、はい、実は100日の中でね、いっぱいこう出た回数を、太田さんのすごいのはタイトルで名前出てないのに一番出てる人になるそういう部門っていうか、考えたら失礼ですよね、今日は太田さんに聞きますっていうないまま終わっちゃったんですけど、はい、まだどっかで出ますんで、はいはい、でもプログラム上だけ今回のドリプラジオの中あげました、25時の太田さんがって言ってね、ありがとうございます。本当に初めて出た本当にこの後出社で忙しい中ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ現地からの集計これで終わります。完璧です。皆さんどうぞ。本当にありがとう。ありがとうございました。どうも、もう嬉しかった。ありがとう、みんなありがとう。いやー、すごい、すごい。なんか
ポーターもできたよ。すごいですね。すごいね。じゃあ今本当に生調理聞いてどうですか？聞いた以上。ラストにもう時間も少なくなってきた。はい。やっぱりなんかその自分のためにやってるっていうのを毎日続けるそれこそっていうことがすごいなっていうのと、渋谷のあの地を選んだっていうのも。すごいな、はい、そうそう、どうぞよかったらいつも参加してみてください。そうですね、はい、ですか、そうさんも。そうですね、やっぱりあのなかなか自分の気持ちを素直に話せる人って、私の周り見ても少ないんですよね。それをあの大衆の前で5分でこう叫べるって、それを毎日って継続でやれるって、すごいなんか継続は力なりって言いますけれども、それが周りの例えば渋谷のおまわりさんとかなんか、うん、そうそうそう伝わってるっていうのは、そこがなんかすごいなって思いますよね。その中の仲間になりましたよ。これからもどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、そのね、これからのドリプラーのスタッフとして今年頑張ってくださる皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。それではお仕事。はい、あ、家を出せね。叫んでいく？叫ばないね。叫ばないよね。ボードを取ってもらっちゃおうか。はい、これもね、ちょっとお写真を2人で座ってでいいです。あのちょっと撮らせていただいて。はい。ですか？これはね、秘密の25文字で、はいはいはい、順番に取ってます。これが1列に並んだ時に何かができるんですけど、はい、でこれ今まであの全部分かった方、あの番組が終わる時にあの言ってもらう、はい、録画を見てからじゃないですね。あ、私25時間見ましたっていう答え欲しい。いきますよ。はい、あ、いい感じですね、はい、これもちょっと取って、はい、記念の、はい、いきます。ありがとうございます、はい、いきます。わあ、いいですね。お名前は2つ上がってる。上がってる。あ、2つの名前じゃないのか。告知ですね。いきます。なんかすごいいい感じです。あ、ありがとうございます。本当に走る女2人って感じ。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、気をつけて日本、はい、世界を変えるために、はい、お仕事を行ってください、はい、ありがとうございました。これ置いてていいの？これ、逆に、はい、じゃあ皆さんにという意味で、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。